フェヌイエード地方でのワイン生産ブランデブランデカレモニー。コートディュルシオンは、フランス南部ラングドックルシオン地域県、ピレネーゾリアンタル県にあるワイン産地である。1977年に VDQS ワインから奥に昇格している。区域は、県のほぼ全域の118カ村に広がり、5000ヘクタールの畑から、年間2700万本のワインが生産されている。 赤ワインが68%、ロゼワインが28%、白が4%作られており、葡萄品種は他の南仏地域とほぼ同じシラー、クルナッシュ、カリニャンなどで3種以上の品種をブレンドして作られている。大量生産されており、デイリーワインを主体とするショップを中心に1000円前後で売られている。南仏ワイン特有の力強さはあるが、 総じて大味なものが多く、ほぼ価格相応で、普段飲むワインとしては、まずまずのものである。この区域のうちで、比較的良いものを算する北部の32カソンで、作られている赤ワインがコートというルシオンビラージュコッツジュ、ルシーンビレジェスで、こちらは力強く、コクがあり、優れた味わいのものが多い。ありがとうございます。